そうですね、エクシーズ召喚自体のシステムは、従前より検討していましたので、それほど問題なくいけたんですけども、今回は、エクシーズ召喚の演出についてですね、そちらの方が、結構スタッフと従前に検討を重ねたので、結構時間がかかるような状況となっていました。ただの 3D の演出についてはこれまで以上に力の入ったものになっていますので皆さんのご期待に応えれるようなクオリティとなっていますのでぜひご覧いただきたいというふうに考えております。新しい体験となるエクシーズ召喚を楽しんでいただくという点と、あとデュエルに大きな戦略の変化をもたらしますので、そこで皆さんに驚きを提供したいという2点に気をつけて選定の方させていただきました。皆さんも期待に応えれるようなカードの選定となっていますのでご期待いただければというふうに思います。遊戯王ゼールをご存知の方も、ご存知ない方もいらっしゃるかと思いますが、今回のデュエルリンクスのアップデートで、遊戯王ゼールの世界に触れていただいて、新しいキャラクターであるとか世界観というところを楽しんでいただければというふうに考えております。そうですね、今回、デュエルリンクス史上、最大規模のアップデートになっております。特に、DLC におけるエクシーズ召喚というところが、非常に大きなインパクトになると思いますし、戦略の幅も広がると思いますので、楽しみに待っていただければと思います。はい、ワールド追加から、それほど時間を空けないタイミングで、ゼアルのキャラクターの方の追加を予定しております。でまだちょっと今のタイミングですと詳細なことを申し上げられないんですけども、今後の続報の方を楽しみに待っていただければというふうに思います。そうですね、デュエル以外のワールドについても、新たなキャラクターの追加の方を、予定しておりますが、こちらの方についてまだちょっと詳細をお伝えできませんので、この先の続行の方をお待ちいただければと思います。そうですね、デュエルリンクスは、気軽にデュエルを楽しんでいただきたいというコンセプトがありますので、2位の場所にカードを置くことによって、そのデュエル時間が伸びてしまうということがありますので、現状は、そういった2位の場所にカードを置けるようなことを検討はしておりません。UI 部分につきましても、プレイ感の向上というところと、あと利便性の向上といったところの改修を行う予定があります。ちょっとまだ詳しくはお伝えできないんですけども、遊戯ゼールのファンの方が大いに期待して、それに応えさせていただけるようなイベントの開催を予定しております。今後のちょっとキャラクターの追加情報と合わせて楽しみにお待ちいただければと思います。今回のアップデートの方で、新たな遊戯王の世界の追加というところと、あとは皆さんと共に、デュエルを戦ってくれる新しいキャラクターたち、そして今回、実装します新たなエクシーズ召喚、含めまして、制作チーム一丸となって制作しておりますので、今回のアップデートに、期待いただければと思います。